越前和紙店、和紙を気軽に使おう、ボリューム5、5月19日金曜日から6月4日まで開催しております。和紙の時計、とても軽くて皿立てなどを使っていただくと、置き時計にもなりますし、軽いので押しピン一つでどんなところにもかけていただけます。シンプルな形なんですけど、時間とかもはっきり分かりますし、とても可愛くて、和紙ってこう飾っていただくとその場が明るくなりますので、結構おすすめです。和紙玉、和紙の、玉が5つほど紐でつながれてまして、どこにでもかけられて軽いんですけど、風が吹くとゆらゆら動いて、その揺れてる表情がとても涼しげで結構ほっこりします。1本だけでもいいですし、たくさんあるとより可愛らしく素敵かなと思います。もう一つおすすめはお福分けの袋になります。どなたかにお土産を分けるときとか、ちょっとこの人にこう気持ちをお伝えして何かをお渡ししたいなってときに入れていただくと、とってももらった人も楽しい、嬉しいと思われるじゃないかなと思います。